いくつかあります。まずはですね、胃酸が出やすいと言われている食事ですね。脂っこいやつとか、辛いやつ、あるいは酸っぱいやつとか、そういったものを食べると胃酸が出てしまって、で、胃酸がこう食道の方に逆流しやすくなると言われていますので、食べ過ぎは注意が必要だと思います。また飲み物に関しても、炭酸ジュースとか、あとお酒、あとコーヒーですね。そしてあとタバコもそうなんですけど、こういったやつも胃酸が出るだけじゃなくて、胃と食道のつなぎ目のところをこう締め付けてる筋肉が緩んでしまう作用があるというふうに言われてますので、そういったものも飲みすぎ、吸いすぎに注意していただければと思います。よろしくお願いします。